動画を見るときは部屋を明るくして離れてみてね。高橋名人35周年記念、35周年記念アプリ、ゲームは1日1時間やっていきましょう。1時間で済むゲームがもう今はほとんどないんだよって。さて、ですね、前々回、最初の方は、連打チャレンジで、それからね、前回は斧投げチャレンジにやりまして、でそこからですね、ちょっとしばらく時間が空きまして、スケボーチャレンジとシューティングチャレンジが追加されましたね。さあ、スケボーチャレンジといえばですね、高橋名人の冒険島、あれがねありますからね。まあそれを言ったら斧投げとかもそうなんですけどね。じゃあやっていきましょう。高橋名人といえばスケボーを横向きにして、 OK。ホールドダウン。操作、スライドかな？あ、で、リリース、ジャンプが、そういうことか。押しっぱなしでスピードアップ。で、ジャンプして、ジャンプの場合は離す。で、また、坂道で、押しっぱなしにすると、スピードをダウンするっていうことかな。まあ、とりあえずやっていきましょう。レッツラゴー。いったぜ、高橋名人。やっほー！そういうことか。なるほど。クソみたいな動画が、CM が流れてきて、なんか、ケツに火がついてる。なるほど。わかった。一回やってみて、押しっぱなしで、進んでいきまして、で、離すとジャンプですね。さっきに、一番最初にやったところで、坂道のね、てっぺんの方で、パッて離すと、まあトリックっていうか、得点がね、入っていって。で、そっから、まあ落ちていくんですけど、その時に、また、押しっぱなしにすると、落下速度が速くなるっていうね。より速く地面につくっていうことで。で、着地も関係するのかな？とりあえず、はい、ですね。また動画が、CM が流れるんだったらね、事前に言ってほしい。後でその CM 部分切らなきゃいけないんだよ。じゃあ、やっていきましょう。1、GO! で、ここでジャーン！いいね。シュッ。さらに、シュッ。違うか。そっか。この、落下するタイミング。着地のタイミングがなかなかわかんないね。あれかな？飛んで下がるときに、この、今度は下りのところでうまい具合に着地しなきゃいけないってことなのか。はあ。じゃあ、リトライをしたいと思います。リトライしたら、CM 流れなかったよ。なんなんだ？ゴー！普通にね。じゃあ、さらにリトライ。これあれか、コンティニューやんない方がいいね。これで、アイテムを一つ取ったね。あんまり、ジャンプしすぎない方がいいかな。あ、ダメだな。普通にこれやったとしても、やっぱりジャンプ、ある一定の距離まで行くと、
やめろ、だからいきなり CM を出すなっつん。じゃあもう思いっきりトリックを決めていこうかな。ただ高いと、高いとタイミングは難しいな。このダウンをする、あと 2,3 回ぐらいやって、あんまり、あれ、え、あれダメなの？ちょっとシビアじゃない？どうなんだろう、あんまりジャンプしない方がいいのかな。これはちょっと調整が難しいぞ。ジャンプしました。で、すぐにあれを押すと急転直下になるから、はい、ですね、一時停止して、動画が、広告が流れてきたんで、一時停止して、続きをやってたんですけども、一時停止しっぱなしで撮れてなかったっていうね。もう一時停止は使わない方がいいか。でもね、一時停止を使わないとね、ほんと広告が多いんだよ。動画広告が多いんでね。動画広告が多いんでね、切り取り、編集が大変になるんだよ。というわけで、これ最後の1回としてます。1回ね、ちょっと取り逃したところはですね、こうやって、ちょっと、スピードを落として、ゆっくりゆっくり走っていったら、なんとか長いこといけたんですよ。結果ね、このジャンプしてね、着地するタイミング、これがね、タイミング、着地する瞬間にね、これがね、もう、斜面と、スケボーと、地面が、一緒にな、か、何かな。タイヤがちゃんと、つけられないと、もう確実に、着地失敗になって、着地失敗になってしまいますので、もうこれはね、あまり飛ばない方がいいんです。距離を、結構進めるのであれば、もう飛ばない。ジャンプしない。で、スピードをつけない。これに限りますね。だから、あんまり、こうなっちゃうからね。少しでもスピードをつけるとこうなっちゃうからね。もうちょっとね、スケボーを動かしてくれれば、スケボーをね、斜面、地面に沿って、着地できるようにできれば、結構面白くはなるんじゃないでしょうかと思います。これは、難しい。さあ、というわけでですね、戻ってまいりました。ですね、ちょっと録画ミスの部分もありましたが、スケボーチャレンジですね、なかなか、なんていうか、なかなかちょっと記録をつかみにくいところがありますが、まあでも、つまらないことはないですね。多分慣れてきたら結構面白い、ゲームにはなり、ミニゲームにはなると思います。というわけでですね、皆さんも、このスケボーチャレンジ、チャレンジしてみてはいかがでしょうか。それでは今回はこの辺で、バイバイ。